1861年のネバダ巡州、ユタ巡州とニューメキシコ巡州も示すネバダ巡州は、1861年3月2日から、アメリカ合衆国36番目の州として昇格が、認められた1864年10月31日まで、存在したアメリカ合衆国の自治的領域、すなわち巡州である。淳州となる前は、西のユタ淳州の一部であり、 先住民族の和尚族にちなんで和尚と呼ばれていた。ネバダでは銀という資源があり、それを開発するためにやってくる工夫たちで人口が増え続けていたものの、収象格に足るだけの人口にはなっていなかったが、合衆国が銀を必要とし、一般に市民は反奴隷制の傾向があったので、人口問題を棚上げして収象格に進んだ。 ネバダ州は1866年に現在の領域の大半が確定した。この時州東部や南部の先端部がそれぞれユタン州とアリゾナン州から移管された。カリフォルニア州とネバダ州の宗教の正確な位置は他北と北緯35度線がコロラド側と交わる点の間だが議論が多く20世紀に入っても繰り返し測量されている。 1866年5月5日、連邦議会はアリゾナ順州のパーユート軍を含むコロラド側から西の地域をネバダに移した。この南部の先端部はクラーク軍と改名され、現在はラスベガス市が入っている。順州の州都は暫定的な州都ジェノアからカーソンシティに移された。暫定順州知事だった。 アイザック・グループを引き継いだジェームズ・ウォーレン内が初代かつ唯一の順州知事になった。順州初期間はサミュエル・クレメンスの兄であるオリオン・クレメンスだった。ありがとうございます。